ウフソウ一族、台風の過ごし方。大型の台風マル号は勢力を保ちながら北上中です。今晩遅くに沖縄に接近上陸の可能性があります。低地の浸水河川の増水、横風や強風などにご注意ください。では次のニュースです。嘘、来ないと思ってたのに。ユウト、台風が来るってよ。デイジマトン、台風ってよ、怖いね。怖ない。敗退、私は沖縄に住むガナハメイサ。おお、すごい。キリ、息子のユウトはもうすぐ2歳、台風は怖くないみたい。今朝より荒れてるかも。工作、仕事へ行ったけど大丈夫かな。まあまあ、これオッケー、見たいのね。ブドゥドゥ、キャッキャッキャハハハ。飛びそうなものとベランダの片付け、オッケー。あー、お腹減った。お昼ご飯何にしよう。嘘、ない。食材の買い足し、機能でしておけばよかった。よし、今からでもスーパーへ。風でドア開けづら。車通勤するわ。車なかったんだ。ユートを連れて出るのは危ないし、どうしよう。何か。あ、小麦粉とツナ缶。やった。そうだ、ニラを5センチくらいに切って、ボウルに水 200cc と塩1つまみ、小麦粉を 100g と切ったニラ、ツナ缶を入れて、ムラがなくなるまで混ぜる。熱したフライパンに薄く流し入れて焼いていき、弱火で5分、裏返して3分くらいかな。うん、香ばしい香りがしてきた。キララーチー完成。ユウト、ご飯できたよ。はーい、いただきます。まーす。ユウトはお好み焼きソースだよ。どう、まーさん。よかった、私は醤油で。ガク、うん、うん。表面はカリカリ、中はもっちり、平べったい分味がギュッと詰まってる。はあ、まあさん。2枚目、うん、うん。懐かしくて優しいなあ。常備している食材で簡単に作れる家庭料理、台風の日の定番メニューだったな。お父さんが仕事でいなかったけど、通り過ぎるのを待ちながら家族で食べたっけ。はい、停電した。ろうそくつけて。キャハハ。その明かりで姉妹でトランプをして遊んだな。停電や断水は昔より減ったけど、みんな大丈夫かな。見てくれてニフェーデービタン、ゴキオタ YouTube のチャンネル登録お願いね。